はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は、妖怪学園 Y、YY 学園生活の公式ページを見ていきたいと思います。アップデートがね、1月中かなとは予想してたけども、どうも1月中ではなさそう。2月か ?2 月なのか?アニメがね、後頭部編に切り替わるタイミングかなと思ったけども、それも違って、なら1月の後半?1月の30とかに来るかなと思っても、違った。いつになるんだろうね。まあ、アップデートの、そうだね、5日前、4日前ぐらいになったらば、公式ページで、発表があると思うんだけども、まだ、発表はあっておりません。コロコロで発表するっていう手もあるんだけどね。まあ、2月の15日、コロコロ発売ぐらいまでは、まだアップデートはないかなというふうに思います。まあ、今日はね、このキャラクターページをちょっと見ていきましょう。ダウンロードコンテンツ第3弾で、陣平はね、おそらく、新しい変身が来る。まあ、おそらくじゃなくって、もう確実だね。確実に来ます。まあ、今は、ベニマル、ワイルドボーイ、アースウォーカーに、ブルームーン。で、アースウォーカーのは、漆黒丸。まあ、こういう変身ができるけども、次のダウンロードコンテンツで、アースウォーカーのはアーマード。アーマードが来るでしょ。でも、どうなんだろうね。あれ、コマくんと、合体してアーマードになる感じだから。いや、でもなるでしょ。アニメであんだけ出てきたんで、多分アーマードは来る。で、ブラックキャットも来るんじゃないかな。あれはなんかヒーローっていう感じではないんだけども。まあ、最終形態でもね、ゲームの最終形態はなんか漆黒丸みたいな感じなんだけどね。まあ、来るとするならば、アーマード、ブラックキャット。その二つはまあ、来るんじゃないっすかね。ちょっと楽しみ。で、コマくんも来るよね。リトルコマンダーエース。あれももちろん、来ると思うんだけども、強いのかい?強くはないような気がするんだよな。最終戦で、マゼラと戦ったのが、ラント君とマタロウとジンペイなんで、エースはそんなに戦闘力自体は高くはないのかな?で、マタロウなんだけども、マタロウは多分もう変わらないでしょ。おそらく新必殺技とかも来ることはないんじゃない?アニメでも必殺技別に使ってないし、今のまんまかな。第2弾でね、マタロウはちょっとだいぶ変わったので、第3弾での変化っていうのはちょっとないかな。で、一番ね、俺変わってほしいキャラクターが、吹雪さんなのよ。クロックレディの必殺技に、ダメージがある必殺技を入れてほしいかな。おそらくね、みんなね、クロックレディ使うことほぼほぼないでしょ。俺もほぼほぼないよ。だって攻撃する必殺技がないんだもん。ないから、妖戦光とか、あと、かまいたちとか、その辺入れていくしかないので、まあ今、出番が本当にないので、こいつの攻撃技が欲しいかな。それはちょっと期待してます。あと、メラと、キュービー、どうなるだろうね。なんか今まで一度も変化がないキャラクターだから、この二人をね、なんか変えてほしい。まあゲームでは漆黒丸。あれオリジナルキャラクターだと思うから、ああいう感じで、なんかちょっと、新しくね、覚醒した状態みたいな、新変身を入れてもいいのかなと思うけども、どうなんだろうね。で、次のキャラクターはラント君。ラント君は、まあアップデート1弾2弾で、結構大幅に変わってきたキャラクターなんで、第3弾でも新しい変身が来てもおかしくないんじゃないかな。でもね、そうだな。
エルゼメキアももういないし、どうなるんだろう。あ、もしかするとモモンガーレディとこう合体する感じ、ピンク色の、うん、ミストシャドウみたいな感じになるか。いやー、どうだろう。まあありえなくはないと思うんだけども、まあラント君は新しく変身とかはしそうな気がするね。あと千秋と野槌かもちょっと変わり映えしないね。まあ千秋先輩の方はスティングが出たから必殺技が一つ増えたんだけども、野槌かなんも変わらないね。なんも変わらない。ちょっと強いキャラクターだからもう一つ二つ必殺技が増えてもいいけども、どうだろう。なんか増える気はしないけども。そして空花先輩、空花先輩は俺の中では一番パッとしないかな。吹雪さんよりもなんか影が薄い感じで、まあ攻撃系の必殺技はあるのよ、あるんだけどもほぼほぼ使ってないんだよな。なんか影が薄い感じがするから、あ、やっぱりそうか、ラント君との合体か。ほんと今ね、影が薄いキャラクターナンバーワンだと思うんで、ちょっとね、なんとかしてほしいキャラクターです。それでは今日は公式ページのキャラクターを見ていきました。間違いなくね、アップデート第3弾で新しい変身、そして必殺技は出てくると思うんだけども、誰がどう変わるかっていうのはまだ予想しかできないね。まあ、とにかく早くアップデート来てほしいです。もうコロコロの発売日待たずに、もう来週とかそれぐらいに来てくれれば大変嬉しいんだけども、どうなんでしょう。まあ、そこは運営の人たちしかわかりませんね。はい、ではね、またゲーム出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。